今日は土曜日なんですけど、東武東上線上り最終列車に乗って池袋駅まで行きたいと思います。今日はね、水郡線の撮影地に行きます。そのためね、この時間から池袋まで行って、池袋でねレンタカーに乗ってる友人と合流することになっているので、そこから車でね水戸方面に行きます。3色 LED だからな、3万系とかかな、5万、どっちかでしょうね。3万か5万、どっちかなんですけど、 あれは3万っぽいかな。さすがにこっからじゃね、編成番号は見えませんけど、フルカラー LED じゃないから12、13、14ではないのは確かなんですけどね。3160だね。The next station is Asakadai, TJ 13. はい、ということでね、とりあえずここの池袋駅東口というバス停ね、まあ今バス来ないからね、まあ多分この場所で拾ってもらって多分問題ないと思います。時刻表を見てもまあ最終バスは21時5分だからね、しかも今日土曜だからもっと早いか、20時55分、まあだからね、バスの営業には特に問題がねないでしょうね、邪魔にもならないでしょうね。まあこうして終電後の池袋駅で過ごすっていうのはね、多分人生で2回目とかかなと思います。1回目の時はね、池袋駅で初電観測および終電観測をした時ですね。で今はね深夜の0時46分ぐらいなんですけど、おそらくねここに到着するのがね1時10分ぐらいなんで、あと30分ぐらいね待たなくちゃいけないんですよね。しかもその後深夜にかけてね水戸に今から行くってことですからね、とてもね過酷な旅となりそうですよ。この場所で待ち始めてから20分が経過していますけれども、ついにですね友人から到着予定時刻ですね、連絡が来ました。1時30分だそうです。ただいまの時刻は、ね、0時5分ぐらいですね、なのであと25分ぐらいですね、ここで待つことになります。
はい、ということでね、常磐道の森谷サービスエリアに到着しました。もうすでにね、確か川口の近くのインターチェンジから外環道に乗って三郷ジャンクションとかを経由して確か常磐道に来たんだというふうに思います。でここまでは友人によって、まあ、運転してくれたということになるんですが、ここからは私が運転するということになります。でまあ、運転中はね撮影することはしません。他の友人にね、依頼することもありませんので、まあ、そのままね、まあ、瞬間移動のような形で、お送りすることになると思います。そして現在深夜の2時30分頃なんですけれども、まあ、ご覧のようにして駐車場もねたくさんあるということで車がたくさん止まっています。そしてね、森谷サービスエリアの建物もですね、非常に新しく見えますね。はい、ということで茨城県の見どころがね、書かれている看板がありましたけれども、まあ、ごめんなさい、ちょっとわからないところが多いんですけど、この日立海浜公園とか偕楽園とか当然知ってますし、まあ、あとは鹿島神宮とかも知ってますかね。他はちょっとこちら側は全部知らないですね。そしてこちら側に関しては袋の滝っていうのがね、今回行く水郡線が最寄り駅の観光地だったと記憶しています。そして筑波山ですね。この筑波山は日本百名山の一つに登録されています。結構ね、何かと、まあ、険しい道のりだった記憶はあるんですけれども、標高はそこまで高くないということで、まあ、比較的ね簡単に登れるような山なんじゃないかなと思います。そしてこの牛久大仏ですね、これは本当にでかい大仏なんですけれども、高さが120メートルあるというふうに書いてあります。この宿大仏ね、中に入れますけれども、あの窓という窓がね全然ないので、あまりね景色は楽しめないというのも特徴の一つですね。はい、ということでね、まあ、車中泊をされている方もいらっしゃるということで、あんまりね声は大きくは出さないんですけれども、ここはですね、道の駅日立太田というところです。もうね水郡線の近くにいます。そのためね、ここで時間調整を行って、まあ、明るい時間になってからね、その撮影地の方まで向かいたいと思います。ちなみに私はですね、その今回の水郡線の撮影地を決める、まあ、そういった役割ではないので、あの友達がね、どこの撮影地にするかっていうことを決めてくれています。まあ、ここにですね、今は閉まっていますが、出入り山崎などがあったりとか、そしてその隣にはトイレがありますね。はい、このトイレは入れないのかな。はい、そして、ゴミ箱もありますね。向こうには郵便ポストもあります。はい、ということでね、ここは水郡線の野上原駅というところなんですが、すでにねこの撮影地には人がたくさんいらっしゃいましたね。今朝の6時台なんですけれどもね、もうすでに人がたくさんいらっしゃいました。もうね、私が撮れるようなスペースなどは見つからなかったので、別の場所を探してね、撮影に挑みたいと考えております。
はい、ということでね、ここは五反田駅です。東急池上線から山手線に乗り換えております。五反田駅でね、乗り換えるのは初めてなんじゃないかなと思いますね。東急池上線もね、久しぶりの乗車でした。山手線五反田駅の池袋よりは出口などがね、存在しないということでね、比較的空いているゾーンなんじゃないかなと思います。さあ、混雑率どうでしょうかね。休日日曜日の夜8時の時間帯ですけど、結構空席ありますね。座れそうです。次は川越に止まります。2番線に急行小川町行きが参ります。